ウィリアム・コレンソ、ウィリアム・コレンソは、イギリス、コーンウォール生まれで、ニュージーランドで働いた、宣教師、出版社、植物学者、政治家である。コーンウォールのペザンスで生まれた、いとこに、ナタールの司教のジョン・ウィリアム・コレンソがいる。印刷業者の見習いをした後、1834年に、ニュージーランドに、宣教の補助のために派遣された。 新約聖書のマオリ語訳の出版の責任者として働いた。熱心な植物学者としてニュージーランドの未知の植物標本や情報をイギリスの旧ーガーデンに送った。1866年にニュージーランド人として初めて王立協会のフェローに選ばれ数百の論文を科学雑誌に寄稿した。1840年代にホークスベイの選挙本部から マオリ族のガイドと共に、ニュージーランドの北島の中部を走破し、ルアヒヌ山地のパテアのマオリ族住域の戦況のために探検した。未踏の森林地帯やランギポ砂漠の横断、ルアヒヌ山地やトンガリロ山の踏破の記録は、その後ヨーロッパ人の探検のために、重要な情報を残した。1845年から定期的にワイララパやハット地域を訪れるようになり、 ヨーロッパ人の畜産業者とマオリ人との間の対立にマオリ族の側に立つことによりヨーロッパ人の反感を買った。マオリ族女性を結婚しないで妻として扱うことや飲酒や競馬の習慣も批判したがコレンソ自身もマリオ族の女性に子供を産ませたことが明らかになり宣教師の地位を失った。その後も植物研究を続けながら 野外生活を続けた後、ナピアで地方政治家となり、1861年頃にはナピアの議会の議員となった。ムガティカフグニ族とラッセル兄弟の紛争でマオリ族を擁護した。コレンソは植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアムコレンソを示すのに使われる。ありがとうございます。